100人の声が織りなす教会音楽の世界、一人一人の音が積み重なった荘厳な響きが会場を包み込みます。バンドのオルテンシアです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、後半始まりました。私たちはですね、イギリスの声楽グループであるキングスシンガーズさんの、カバーをしているバンドでございます。今まで出てきたバンドさんとはちょっと違っていまして、私たちはメンバーが、卒業するとともに新しいメンバーを迎えて、代々メンバーが入れ替わりながら、一つのグループをカバーし続けているという、そういったグループでございます。1曲目にお送りしたのは Though My Love Art Fair という曲でございました。この曲はキリストが歴史上愛したとされる人物について歌った曲でございます。はい、はい、それ、早速2曲目に移ろうと思うんですけれども、皆さんはハレルヤという言葉を聞いたことがあると思います。これは2曲目の曲名でありまして、神を讃えよという意味になります。なんですけど、ここで歌われるハレルヤというのは、なんて言うんでしょう、そういった宗教だとかそういったもの関係なく、すべての人がハレルヤという、単語を、つぶやく権利があるんだと言っていて、そのすべての人の、なんて言うんでしょう、個性だとか、そういったものをすべて受け入れましょうと言っているのがこの曲になります。そういったものね、アカペラに通じるところがある。はい、そうですね。
なんですけども、ここなんですけども、その一人一人違う声があって、違う生い立ちがあって、それを受け入れることによって初めてアカペラという音楽が成り立つのかなと思います。はい、そんな声も生い立ちも違う私たちが歌うハレルヤを聴いていただければなと思います。それではお聴きください。ハレルヤ。